やさしなむじなに100の質問。名前は？やさしなむじな。座右の銘は？不当不屈。不当不屈？不当不屈って言って、なんか諦めないで物事を頑張るよみたいな意味のこと。はぁ、なるほどね。これ出題者がアホやったら絶対無理やんこれ。うわ、難しいトラ。友達に何て呼ばれる？むーちゃん。青木高校を知ったきっかけは？昔から動画を見てたから知ってた。この活動を始めて変わったことは？意識だらこしてたけど、結構ちゃんとしなきゃって思うようになった。昔は夜20時に起きて、夜20時スタートなんや。そう、夜20時に起きてみたいな生活してたけど、最近は遅くても4時とかには寝てる、うん、あま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 あ、うん、自分のビジュアルで好きなところはどこ？尻尾。あ、かわいい。もふもふ。最近泣いたことは？めっちゃお腹下して、マジで泣いた。かわいそう。えぐられたよねここ好きなゲームは？東宝。あ、言ってたね。シューティングゲーム大好き、うん、ゲーム何個持ってる？ハードはスイッチと DS しか持ってないけど、うん、ソフトで言ったら東宝も含めたらかなり、まあでも20ちょいぐらい持ってる。結構。好きなアニメは？好きなアニメはハイキュー。あー、ずっと語ってるもんね。ハイキュー大好き、うん、ね。尊敬してる人は？お父さん。おー、お父さんが割と、なんかめっちゃ楽天家で、うん、人に好かれる性格してるから、うん、むーちゃんっていうお父さんね。そう、むーちゃんむーちゃんって言って、どこ行きてんだ、ご飯食べたかみたいな。めっちゃなまってる。なまってる、ね、連れてってくれる。メンバーの中で一番好きなビジュアルは？私。自分だった。まあ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 、好きだわ。ママのなんか作り方もめっちゃ良くて、うん、深いママ。深いママ。ママありがとうママ。ママママ。寝る時の体勢は？どこしよう。バキバキバキって言ったけど。あーあー、無事なのか。初給料は何に使った？お母さんにお花買ってあげた。へえー、すごい、素晴らしい。やったことのあるアルバイトは？スーパーなんか大丈夫これ。やったことのあるスポーツは？ない。習い事何してた？お茶、お花、ピアノ、英会話、クモン、塾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 。ちょっと英語で喋ってみてよ。I can't speak English. 好きなラジオは？スクールオブロック。好きな映画は？ジョーカー。同期の嫌いなところは？え、ない。同期の好きなところは？可愛い、面白い、優しい、ちゃんとしてる、責任感がある、あああああああ、もういい、話ができる。 ETC って書いといて。恥ずかしい恥ずかしい。一度やってみたい仕事は？販売員、ケーキとかの。ああ、あのデパートの、デパートで売ってる人になりたい、はいはい、よく使う絵文字は？手がここにあって、顔がここにあって、手がここにあって、ええー、ってなってよく使う。今一番欲しいものは？キャプチャーボード。スキップできる？な、え？な、なんかなんかさ、 3D ではすごいよく見えるんだけど、うん、リアルだとなんかバッタンドッタンバッタンドッタン。青霧で一番好きな動画は？ギスギスしてるドッキリ、瀬島るいさんにあのギスギスドッキリ仕掛けてみたみたいなやつ、はい、あれ最近お母さんと見て面白いってなった。ひぶき嫌だそう。いや無理。ちょうどね、直近であのギスギスドッキリやろうって言われたんですけど NG 出しました。あ、そう、出されちゃった。ダメだね。最近見た夢は？なんか主役になる夢見たわ。なんの？劇団かなんかの主役になってチヤホヤされる夢を見た。さすが主役。あ、どうもどうも。あ、どうもどうも、主役です。どうもどうも。一番そういうアプリは？ YouTube。 おえーとつけてる。カラオケでよく歌う曲は？オド。めっちゃうまい。ハードル上げんのやめてよ。いや楽しみだな、歌ってみたら。いやー楽しみよ。小さい頃の将来の夢は？漫画家。おお、一緒。同じ。そう、一緒やん。そこでゴーと一緒だ。付き合うなら年上、同い年、年下？年上。おお、なんで？ガキは嫌い。ねえ、なんでこっち見たからよ。ガキガキ。夜な夜なガキ。ウィーマンフン。帰ってこい。なんだお前。絵を描き始めたきっかけは？気づいたら描いてた。どうやって絵の練習をした？デッサン、クロッキーとかね、うん、鉛筆で。いや、木炭で。木炭。自分の好きなところは？変なところ。自分の直したいところは？変なところ。あ、表裏一体なんやそこは。もう、切っても切れないですね。よく見る YouTuber は？ラランドさんのララチューン。見てるね、好きだ ね、あなた。好き好き、ね、二次三次で誰が好き？シェリンバーガンディさん。あ、天才だと思う。ホロライブで誰が好き？ホーショーマリンさん。おー、普段運動してる？してるわけがない。でも最近ジム行ってるやん。あ、そうだ、うん、ジム行ってる。月1でね。どう？月2。あ、月2か。月5歳やろそれ。月2で行ってんだから。そうでしょ。一番行きたい国は？ノルウェー。なんで？好きな漫画の推しがノルウェーの擬人化だったから。あー、ヘタリア。そう。今後作りたいグッズは？要望が多いのはこの尻尾
尻尾のモフモフの部分を出してほしいって言われてるから、うん、それを作りたい。おいいね、なんかキーホルダーみたいな感じでも可愛いね。カバンにね、キュッとつけれる、うん、なんかよくギャルがつけてる、あ、つけてるやつ、ジャラジャラジャラってね。言われて嫌なことはちゃんとしろ。それはちゃんとしろマジでちゃんとして。だからちゃんとしろがどうちゃんとしろなのかいまいちわかんないから、ちゃんとしてって言われると何をちゃんとすればいいかわかんない。具体的にね、具体的にここがこうだからこうしてって言われればわかるけど、ちゃんとしろ単体だと普通に嫌な気持ちになるだけ。早く寝ろ、早く起きろ、睡眠時間をちゃんと取れ。うるせえうるせえ好きな服のブランドはグッチ。そこやば、グッチ大好き。全然着てるイメージないけどね。別に着てこないだけであるよ。あるんだ。好きな季節は春。お笑いを好きになり始めたきっかけは？昔笑う犬っていうとあのテレビ番組がやってて、めっちゃ面白かった。なんかお笑いの番組なんだけど、うん、それが初ツイートの元ネタってこと？そう。あ、そうなんだ。気づいた人すごい少なかったけど、うん、笑う犬大好き。なるほどね。そう。何言ってんだこいつと思ってさ、誰も理解してなかったからさ、ね、なんか意外と伝わんなくて寂しかった兄弟いる？お姉ちゃんいます。おー、コラボしてみたい YouTuber は？バキバキ童貞さん言ってんね、ずっと。ずっと言ってんね、うん、好きなテレビ番組は？今はまあ水曜日のダウンタウンだけど、前好きだったのは爆笑レッドカーペットが好きだった。おー、え、懐かしい。超懐かしいよね。めっちゃ見てた。好きなドラマは？スペック悟ります、悟りますね。スペック大好き。スペック10っていう映画めっちゃ見てて、うんうんうん、めっちゃ面白かった。わかるわかる、絶対わかってないやん。わかる。何色が好き？紫。おー、 おー、そのまま。中学時代の部活は？文化部。高校時代の部活は？美術部。最近ムカついたことは？ムカつかないからわかんない、うん、よくキレてるやん一人で。え、キレてる私顔的にはなんか切れてるふりしてるけど、別に内心そんな切れてないと思ってたの。確かに確かに。別に切れてないよ、うん、私あれ言ってるだけであって、じゃれたいだけやんな、うんうん、メンバーの中で一番好きな声は？真代先輩。おーおー、確かに。好きなお酒は何？ストゼロ。最悪よみがえるは富士急の。最近行ったイベントは？コミケかな。つい言ってしまう口癖は何？確かに。絶対確かにっていう。理解してない時よう言うよね。確かに。そんなことないよ、分かってるよ。今までで食べた中で一番豪華なものは何？回らない寿司屋でウニの丼食った、うん、最高。好きな四字熟語は？さっきも言ったけど不当不屈。一日で100万円使うなら何する？どっか行くと思うな。おお、うん、外。北海道とか行くかも。いいね。国内なんだ。国内。あ、まあだって国外はもっとかかるくない？飛行機代とかで。いや、そうでも。え、かかるイメージある。場所による。どっちかっていうとその泊まるホテルとか。あー、そうかも、うん、血液型は？O 型です。おー、本当にそっち一緒やね。一緒、うん、一緒とらね。一緒とらね。占いは信じる？信じない。あれ、信じないの？あんなものは迷信ですからないです。この中で信じてんの顔だけか。うん、嘘です、あんなものどんまい、うん、最近読んだ本は？灼熱カバディバンドするならどのパート？キーボードかドラム。おー、似合いそう。え、ってことはさ、あれじゃん、ゆずきがドラムで、うん、ガオがギターで、うん、私ドラム。そう、あれ二人ダブルダブルソロキでも全然ベースでもいいし、こっちが。おー、そうそう、じゃあいつかやります。やります。同期と入れ替わったら何をする？いぶきと入れ替わったら、うん、いぶきの YouTube でめちゃくちゃな配信をしてやる。最悪戻ってきた時にバンされてそうで嫌めちゃくちゃ脱ごうかな。どういうこと？脱ぐ？こモデルがうんぬんとかじゃなくて、あ、じゃあカメラでってこと？あ、もうそうそうそう気をつけてくださいね。運営さんよろしくお願いします。バンしてやろう。トラと入れ替わったら、クリスタを使いたいんだよね。私クリスタに慣れてなくて、お絵かきツールね、クリスタが一生手に馴染まないから、馴染んだ手でクリスタをいじりたい。カレーに何トッピングする？カキフライ。平均睡眠時間は？4から15時間。え、少ななんか幅広すぎ。4から5時間って聞こえた。違う違う、4時間寝て大丈夫な日もあれば、うん、マジで15時間寝てももう一回昼寝するときある。あ、入院したことある？骨折したことある？ないです。自分を動物に例えると？タヌキ。好きな虫は？虫じゃないかもだけど、うん、ダイオウグソクムシが気になってる。ダイオウグソクムシ、でっけえダンゴムシみたいな。ダンゴムシみたいな今後挑戦したいことは？声優さん。飼ってみたいペットは？すげえでかい犬、なんだっけあの犬。あ、あのあれね、
マウなんちゃらマウントなんちゃらバーニーズマウンテン違う、あ、グレートピレニーズだわあれ全然違った全然違う声真似できるできはこれ大丈夫声優の仕事来るかなでんぐり返しできるできるけど、うん、ちょっとあの体の関節が全部取れるからやめさっきもちょっと危なかったもん、ね、危なかった、うん、何に一番お金をかけているめっちゃ意外かもしんないけど服と本あ、でもさ、服に関しては結構いっぱいあるって言ってたよね超ある好きな漫画はハイキュー思い出の場所は郡山好きな食べ物は寿司嫌いな食べ物は納豆納豆マジで嫌いあれ何が美味しいのか全く分かんないんだけどあ、清美先輩納豆好きらしいとだよあ、じゃあちょっと一回話し合いをしたいな話し合いメンバーで一番ヤバいなと思う人は自分以外ででしょうんうんネクロ先輩なんでそんな声ちっちゃいん自信なさそうに思いつかなくてみんななんかちゃんとしてるじゃない確かにねそうネコロ先輩はちゃんとしてない違う違う違うああ言ってるよ違う違うよネコロ先輩に言っちゃおうと違う違うネコロ先輩はふざけてる時もあればちゃんとしてる時もあるから、うん、でもそのふざけてる時の振り幅がめちゃくちゃえぐいから、うん、面白い人だなと思ってるなるほどねなるほどねうん影響を受けている人は小籔和豊さんとか松本人志さん MBTI 診断何だったなんだっけ提唱者ってやつ内向的だけど、うん、情熱はあるみたいなおぉ無事なやんそれこそ無事なだねそうなんだよ熱いものが熱いよ私好きな遊園地はどこ遊園地得意じゃない富士急って言ったよ視力はどれくらい 2.0 よっ経費無限の場合にやりたい企画はなんだっけ高いところが飛び降りるやつバンジージャンプそれあじゃないじゃない飛行機から飛び降りるやつあスカイダイビングそうスカイダイビング、ね、スカイダイビングをやりたいあーあすっごい目の前の運営さんが先生がちょっとマークが出てるけどみたいなやりたいあ絶対やりたい 50m 走何秒で走れる一番遅くて13秒で、うん、一番速くて9秒出かけるとき必ず持っていくものは最低限は水と薬持っていく、うん、30年後どうなりたいそれはマンション買って不労所得ですよ好きな都道府県は一番は福島2番目ぐらいに徳島が来る島が好きなんかな名前に、ね、なんかね徳島ずっと行ってみたいんだよね地元のあるあるは123123よーく紅丸123の1なんか始まった全然わからんかったわからんかったわからんかった紅丸の CM どんな死に方したいめっちゃ遊んで好きな友達と会ってお母さんが作ったハンバーグを食べて寝てそのまま死にたいなぜ VTuber になった向いてると思ったからいや向いてると思うとら好きな惑星は木星でかくて好きネタバレは許せる物によるけど許せない作品は本当に どうしようかわからないぐらい起こるものもあるし基本的には普通に許すしなんなら私最終回から読む漫画最終回からあ、うん、最終回確認してから読んでる。どういう経緯でこうなったんだろうとか、このキャラは誰だろうから入って、うん、あ、こうなるんだ、ここにこう繋がるんだって、こう繋がるところを見つけるのが好き。生まれ変わったら何になりたい？生まれ変わりたくない。スマホの待ち受け画面の何？鬼スタイルいい女の子たちが、下着姿で自撮りしてるやつ。なんかさ、スマホ開けるたびにちょっと気まずいのよね。あれ別になんか下心があって見てるんじゃなくて、なんかダイエットしたい時に、はいはい、そのスマホ開くとその体型を、うん、になりたいっていう気持ちになるために、うん、あの体型の女の子を、はい、置いてる。いやそれはねガウやってたから。やっぱり、やってたから。好きなそう女優さんとかの水着の写真。そう好きなモチベーションになるために。あと3問。今一番心配なことは？明日遊びに行くけど、うん、今日ホテルで寝れるか心配。うん、切実な。切実だね。わかんない寝れるか。頑張って寝てくださいと。頑張ります。モチベーションは何？誰とは言わないけど、うん、いろんな不特定多数に、うん、面白いって褒めてもらうことがモチベーション。さすが。最後に一言。季節は巡りいい時期になってまいります。これから秋になり。
天候もね移り変わると思われますか、はいはい、お体ご自愛くださいあの当時とかそういうタイプの文章やったけどね、だいぶ長かったから、うん、あの一言って知ってる？あ、そうだった。季節の変わり目気をつけてください。気をつけてください。以上、青霧高校のスキウキゆぶきとウルトラガールとやさしのむじろでした。バイバイ。